はい、ということで、こんばんは。こんばんは。はい、よろちきラジオ、はい、第27回ですね。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、本日10月20日の金曜日。はい。もう、取り立てです。今日撮って、今日のお昼に今撮ってますけども、うん、今日の夜にもう配信ということで。はい。はい、ついに、まあまあ明日、うん、キングオブコントやね。あ、お前な、決勝、はい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 、明日お笑いの日ということで、ね、うん、明日お笑いの日が僕たちの稼働が、うん、オフ。オフ？は？嘘やろ。いやいや、キングオブコントチャンピオン、お笑いの日オフ、 TBS お笑いの日オフ。オフ？そんなバカな。え？いやー、何かの手違いですか？何するん、西野は。ちなみに僕ですか？僕はジム行きます。ジム行って、あの内見とか。なあ、そんな物件の、あの、でも入ってたよね、仮が。そうそう、うん、いや、しかもデカめの。俺ショックやったマジで。それがあったからお笑いの日何もないで全然耐えれてたのに。うん、まあまあ仕方ないですよ、これは。まあまあね。ナナさんの日頃の行いが悪かった。いや、俺何にもしてないってよ。じゃあ、ナダルさんは明日、はい、まあでも、逆に考えると、お笑いの日にオフっていう、しっかりと、キングオブコント集中して見れたりするじゃないですか。うん、まあ確かに、お笑いの日というね、うん、あの、なんかお笑い芸人がそこにちょっと集中してみんな稼働する日にオフっていう、そういうお笑いしてるっていうふうに捉える。いや、無理あるやろ。その俺らにしか分からんお笑い、みんなが書き入れの時に休んでんのかいっていうお笑い。いやいやいや、めっちゃ努力せなあかんやん。いや、その、はい、ナダルさんはじゃあちなみに明日のオフは何そうですか？紅葉見に行くに決まってるやろ。紅葉見に行く。おい、そりゃそうやろ、こんな秋にお前。なんでやねん、なんでお笑いの日に紅葉見に行くねん。それはお笑いやわ、ほんで。さっきのより。紅葉かいっていう。紅葉見に行くよ、お前。いや、お風呂。こんな、お前。今の一番な、紅葉の綺麗な時期に、しかも土曜日やで。はい。行ったお前、道も混んでるやろ、お前。渋滞もすごいやろ。うん、それやねん、俺行くねんから、俺は。紅葉、渋滞巻き込まれ。子供もギャーギャー言うと思う。でも行くねん、俺は。それで、紅葉見て、うん、なんかお昼ご飯とか食べて。そうそう、下手しい、キングオブコント見えへんからな、俺。録画して。リアルタイムでは見ない。下手しい見ないですから、うん、あのネット遮断してね。そうそうそう、遮断してゆっくり、はい、見るという形を取る可能性もありますので、ね、はい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 、はいはい、まあまあ、うん、おのおの、まあ、ゆっくり過ごす終わりの日になりましたけど、そうそうそう、そういう日もあるんですけど、まあね、はいはい、たまにね、いいんじゃないですか、うん、集中して何かしら賞レースの時ってさ、うん、なんかこう、ま、なんか仕事がね、配信で見た、うん、なんかそういう仕事やったりして、そうなのよね。で、去年はなんか総取りで漫才したりとか、うん、確かそんなんやって、はい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 、うん、今年はもうしっかり紅葉を見て、そう、ナダルさん、ほんで俺はもうジムとか内見とかでプライベートのことを終えて、うん、そうそうそう、しっかりテレビの前で見るという大切なことよ。はい。こんなもう毎回毎回働いてどうすんねん、うん、まあまあ、たまにはね。さあ、ということで、明日、いよいよ決勝ですけども。ね。頑張ってほしい、ね。どうなのな、うん、ほんまにもう、応援というか、うん、もうほんまにずっとやってきた仲間みたいな、うん、もう、メンツですけども。はいはいはい、はい。はい。まあまあ、どういうね、流れになるかわかんないですけども。ネタは全部見たの？結局、前半も後半も、あの、準決勝の。あ、俺、準決勝の配信で見たのは、あの、前半だけ。前半だけ。だから、正直、1本目、2本目、どっちやるとかも知らんし。なるほど、なるほど。2本とも見てるわけじゃないから。うん。でも、まあ、あれですよね。準決勝、僕、オンライン配信見た限りでは、もう、ほんまに全組面白かったんで。どこが行ってもって感じやったから、まあまあ盛り上がるでしょうね、うん、はい。まあでもどうだろうな、やっぱ1日目のその準決勝の前半の1本目がやっぱみんな一番強いかな。そこでやっぱ加速しておきたみたいな。どうだろうな、2本目に強い、2本目の方が強い人っておるんかな。基本やっぱ一番強いの1番目に持ってきそうやな。でもないかな。でも、うん、去年優勝したビスブラは、うん、2本目にやった、うん、あの女性が男性やったっていうネタ、あれは結構勝負ネタやみたいな感じになってて、それ2本目にも出てた。そうなんや。うん、まあでもいろいろあったっぽいけど、ね、じゃあ分からへんな、うん、ほんまに誰が行くか、うん、だから俺らの時ってさ、うん、準決勝1本だけやったよ。1本だけやったな、うん、
な途中俺らの何年後から、準決勝でも日本せなあかんってなって、ね、もしかしたらですけど日本せなあかんっていうシステムやったら俺ら決勝行ってないかもな。ああ養成のネタ一本で勝負して、うんまあ、準決勝めっちゃ受けたやん、はい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 、であもしかしたらあるかもぐらい受けて、うん、もし次の日も2本目せなあかんってなった時、うん、やっぱ卓球のネタってさもう一か八か的なとこあるやんか。まあそうやな、うん、しかも多分舞台でやるよりテレビでやった方がおもろいもんな。そうやな、表情とか抜かれるし、そういうねもしかしたら巡り合わせもあったかもしれませんけど、いやいやもちろんそうよ、いろんなことが重なってね、うん、ほんまに取れたってことですから、うん、そうそうそう、だから今回のねそのキングオブコント2023もかなり運が左右するんじゃないか。もう正直決勝まで来たらもうなみんな面白いからな。そうそう、運ですからね、うん、こればっかりは、うん、日本の社長さんは4年連続か。うわーとんでもないよ。ちょっともう大阪桐蔭みたいになってきてるけどもう圧倒的、いやー注目ですね。カエル亭もな一緒にずっとやってきて、ね、1年後輩ですけど、うん、ちゃんとネタ作って、でテレビ出ながらな、うん、すごいよね、テレビ出ながら、うん、でなあの、うん、もう全モンキーとかいろいろファイアーサンダーとか、いや俺もあんま見てないからさ、うん、もうどんな感じなんか楽しみですよ。なるほどなるほど、うん、ただやっぱそのなんていうの、やっぱその日は俺やっぱ紅葉見に行ってるからそういうお笑いモードにうん、その仕事とかしてたらちょっとガッと見る気にもなる。お笑いモードに切り替わるのは帰り道では切り替わられへん。帰り道は渋滞でイライラしてるから。あ、なるほどね。そうそうそう、お笑いがどうこうとかじゃないかもしれない。あ、なるほど。で子供もギャーギャー言ってると思う。ああ前なんか亜生とかと賞レース見たみたいな言ってたけど、今回は別にそんな予定はない。そうやな、うん、今回は紅葉っていう大きなイベントあるから。なるほど、紅葉もイベントと言い出すともうおっさんやね、ほんまに一大イベントそう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 、もうね、なるほどね、かかりますから。はいはいはい、ありがとうございます。そんなねちょっともうどうなってるかって感じですけども、ね、どうなるかということですけどね。はい、明日でございます。はい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 、さあ、メール、うん、お便りがねやっぱいっぱい来てます。 ありがたいことに、うん、ナダルさんがあの雑にね、うん、あのもうそんな読むなとメールに対して当たりが冷たかったじゃないですか。そうやっぱもうわけわからんメールやっぱ多いからね、先週先々週と。そう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 、なんかわからない、それの方がメール来てますね。あ、ほんま、うん、いい加減にした方がいいから、うん、これは言うてた方がいいから。じゃあこちら、ラジオネーム、はい、ファットインプス、あ、これ眠ちきにも送ってくれてる人ちゃうか、はい、はい、ファットインプスありがとうございます、うん、奈良さん西野さんこんにちは、10月10日にネットフリックスの大人気作品トークサバイバー2が公開されました。あら、お二人はもうご覧になられましたか、うん、僕は面白すぎて一気見してしまいました。ただ見ていて違和感を感じました。どうしたろう。それはトークサバイバー1で活躍したナダルさんがなぜか出演していないことです僕は見逃していただけなのでしょうか、うん、ね、はい、ナダルさんトークサバイバー1、え、これだ、名前何やったっけファットインプス、デキンで、え、デキンデキンもういじってるやんこれ完全なんでなんで、有名な話やろ。有名な話、何がですか。じゃあ、なんか俺は、うん、トークサバイバー1出たよな。出た、うん、やっぱその買われてるからね、それトークとかも、はいはいはい、だからトーク買われてんねんけど、やっぱ極度の緊張で全く思わないトークするって癖もあるから俺はえ、トークサバイバーに出て、うん、一応なんかあの不良の、そうそう、あの頭にドラゴンのタトゥー入ったやつで、はいはいはい、金属だと思って、まあ、トークサバイバーの役に入ってな、そうそう、入りながらトークするっていう、でその役に入りながらトークするんですけど、うん、緊張と役でわけわからんトークを繰り広げてんや俺は10分間ぐらい。あ、はいはい、はい、一応5、6本調整してんけど、うん、全て受けへんねん。あ、なるほど、みんなやっぱ何言っても受ける空気ではあんねんけど、うん、俺だけ全部ブレーキかかって、はい、結果オンエア見たら、うんうん、なんかその俺のトーク部分全部カットされてて、え、なんか俳優として出てたっていう。え、え、いや、いい味出してる役者として、はい、あの演技部分のみ、演技部分だけ買われて、だからまあまあ佐久間さんがあれやってはんねんな。そうやね、うん、だから佐久間さんやっぱ俺のさ、何そのドラッグのさ、うん、あのナダルなるために結構薬飲んだりしてるみたいな、薬を飲んでるドッキリね、そう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 、あの佐久間さんの YouTube で、そう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 、うん、で
やっぱ佐久間さんはやっぱ俺のお笑いの部分よりやっぱ演技の部分も勝ってる部分ある。だから演技だけを要素として、だからもともとトークはそんなにナダルのトークを披露するってつもりなかったっぽいよ、うん、ああそうなん、そうそう、それナダルさんの変なんか見解というか、え、佐久間さんがそう言ってたの？そう。だから、もともとだから俺は、頭にドラゴンのタトゥー入れて、金属バット持つっていう役目で終わってんの。なんかその。あ、そうなんだ。え、じゃあなんで5、6本話したん？トークは。まあ一応なんかパフォーマンスで。パフォーマンス？トークパフォーマンス。サービスみたいなこと。サービスよね。え、サービスのトークはどうやったん？受けてない。だからそのサービストークやから別に受ける気もなかったし。あ、なるほど。え、でも。で全ての女優さんとか俳優さんとか全員トーク使われてるんやけど、俺がやっぱ使われてないから。あ、でも俺未公開動画見たで。あ、見た。YouTube に載ってた。載ってた。載ってたよ。ほんま。うん。なんか、ほんまに調子悪そうやった。なんか、ヤクとナダル半分半分。そう、だから、いや、めっちゃ難かったよ、うん。めっちゃ中途半端な状態で。その何、ナダルのトーンで言ったらまあウケそう、うん、で役だけで言ってもウケそうやねんけど、うん、その中間で2つがゴーンって合わさって、うん、そうやな、オーンってなって、なんかペンパイナッポンみたいな、オーンウケないトークってなって、何やねんそれ、何やねんそれ、ウケないトークやなくて、ほんまにでも、あのさーとかそのヤンキーの役で入り、あのトークは入り、あのさー俺本当にさ、ウケへんやんっていう元の入りいつものナダルじゃなさすぎてっていうのむずいよなあれ。いや、役入りながらトークでどうやったらいいかわからなくて、ちょっといきなり投入されたからさ俺。でもみんな面白いもんな、ネットフリックスのあのトークサバイバル、みんなウケてるもんな、その奇跡ちゃう、だからトークサバイバルウケへんかった。ちょっと気になる方は検索してみてほしいですけども、はい、ありがとうございます。ファットインプスありがとうございます、はい、続いて、はいはい、ラジオネーム伝説の剣豪まさき、はい、西野さん、奈良さん、お疲れ様です。10月13日配信のやっべーぞキッチン拝見させていただきました。 ありがとうございます。カキフライをまんまと番組中に購入してしまいました。うわ、いいですね。安いしね、うん、美味しいし、いや、やべきちはほんまにね、ちょっと、うん、あの皆さんまだちょっとアーカイブ残ってますんで、はい、ちょっと見ていただいて、いや、めっちゃ見てほしいね。でしかも、うん、そのめっちゃうまいから全部、うん、いや、どうやった正直、え、マジでうまい、うん、ショッピングの番組としてだけでもいいし、しかも簡単に作れるから、うん、はい、はい、購入しましたカキフライ、今から楽しみです。ありがとうございます。いえいえ、さて、先日ナダルさんの社会人時代のミスの動画が100万再生を突破しましたね。あーはーはー、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。商談の話は電車の中では見られないレベルの面白さであるとともに、なんだか同じ社会人としてとても救われる気持ちになります。あの動画のように時間をかけてじわじわ再生数を伸ばしたりする動画もあると思いますが、過去のいろいろな企画の中でお二人がもう一度やってみたい、やってもいいかなと思う企画などがあったら教えてほしいです。よろしくお願いします。なるほど。もう一度やってみたい。それはやっぱ、じゃあ、ナダル軍団オーディションじゃん。やりたないね。え？まだ100万さ借金背負わなかったのか、俺は。自腹でな、俺ら。きついわ。で、あの、ナダル軍団オーディションに出演した芸人、もうあれ以来マジでもう会ってないもんな。飯行こうって言われてんねん、俺は。うん、行かへんの。いや、ちょうどこの前だから、ガッツの生配信の時に、はい、ミキヤが来てな。アレハンドロミキア、夜更かしのミキアが来て、またオーディションメンバーで飯行きたいっすって言ってて、うん、行こう行こうっつって、まだ泊まってんねん。あ、なるほど、行こうって言って行かへんやつ、泊まってんねん。はいはい、なるほど、行かなあかんねんな、ほんまに。いやいやね、協力してくれたからね、みんな。はい、そうそうそう。ただやっぱこの前俺フリマやった時に、うん、あいつ陸地真紀、うん、優勝したじゃないですか、ナダル軍団に参加、うん、あと新メンバーとして、うん、陸地真紀とは飯行ってますよね、新メンバーになったから。いや、何回か行ってるよ、もちろん。ああ、そうですか。ただなんかほんまにめっちゃ申し訳ないねんけど、うん、まあ今度のね、あの水曜日に、はい、水曜日のダウンタウン出てるんです僕。ああ、今度、まあいつか分かんないですけど、うんうん、来週や、来週確定、来週では確定ではないんか、近日って言ってたから来週ではないんじゃん。あ、そうなん、分からへんけど、うん、ちょっとほらマネージャーが、え、うん、来週出ますってゴスケ言ってたで、ツイッター。それゴスケがちょっと一人走りしている可能性。うそやん。うん。もしかしたら違うんちゃう。来週なかったです。近日でした。
あ、うん、じゃあゴスケはいやまあまあフライング、うん、まあでも近日中に出るってまあ告知をされてるみたいから、あのその時に、うん、あのゴスケに飯ゴスケだけ一人連れ出さなんかねんけど、はいはいはい、ゴスケだけ誘ってあんまないのよ。まあ、たまにあんねんけど。はい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 。まあまあまあ、あんまりな、差しで。基本的にはやっぱ軍団のグループラインで今日飯行ける人って。はいはいはい。で、いついつ飯行ける人って誘うから、うんうんうん、ゴスケがなんか怪しんでも嫌やなってことで。はいはいはい。あの一応みんなに事前に個別ライン入れて、ああで、なんか、じゃ断ってくれと。なるほどなるほど。で、それでゴスケだけにするっていう、ね。で、マキに連絡するの忘れてさ。陸地マキに、そうそうそう、はいはいはい、でマキだけ行けますって来てもって、なるほど、ゴスケとマキだけ来るみたいなって思って、おでゴスケもマキのこと可愛がってるから、そうやな、そうそう、だからあちょうどでもこれでマキにドタキャンしてもらうことにして、うわ申し訳ないね、夜9時ぐらいに、うわでゴスケと差しで飯行くみたいな雰囲気になって、はいはいはい、でその状況になってる、なるほどなるほど、そうそうそう、だから案外うまいこと言ったんですけど、はいはい、うん、じゃあ正直だからみんな無理です無理です無理です、あオッケーオッケーオッケーってやった時に、うん、マギが行けますって来た時に、もうえってこいつだと、いやいや、もうえってこいつはひどいやろ自分が連絡してなかったの、忘れてんけど、うん、いや なんでやねんってなって、いやいやいや、それはもう知らんからね、リクちゃんそういう、だからね、ゴスケだけをだから呼び出さなあかんっていうことですから、まあまあね、おびき寄せたんで、はい、はい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 、わかりました、うん、まずはね、いつか放送じゃないですか、うん、まあいつか近日っつってますけど、はいはいはい、いつかわかりません、はい、また調べといてください、はい、最後投げ捨てたけどはい、で何の話だったっけ、ティラミスね、違うティラミスじゃないいろんな企画の中でお二人がもう一度やってみたい企画なんですか、あ、うん、やっぱりでも俺はなんかやっぱその今ねあのガッツ 100% テレビっていう番組で作った、はい、あのティラミスをちょっと食べ比べの企画をね、うん、ちょっとまだ近日アップするんですけども、はい、その企画もう一回やりたいなと思いますね、いやもう宣伝やん、さっき撮ったやつやんそれ、さっき撮ったやつをもう一回やりたい、言うなお前さっき撮ったとか、いやいや、いつ撮ったとかバレるやないかお前、それ別にええやろ、ええんですけどね、うん、別に情報出してるんでしょ、情報出してます、うん、もうだからナダルさんがプロデュースしたティラミスプリンが出るよっていう動画撮ったじゃない、そうなのよ、だからこれがもうめちゃめちゃうまいんで、うん、本当に皆さんねこれちょっとびっくりする、まあ、近日そのまあ僕のツイッターからも飛べるというか、なるほど、 ありますから明日ね、はい、発売になります、お笑いの日に、お、うん、お笑いの日に発売、そうそう一応合わせて、なるほどなるほど、優勝者に送ろうかな、優勝者に送る、そんな権限持ってんのないねんけど、ないんや、うん、勝手にちょっと間違えた、うん、間違えたあんま言わん方がいいんちゃう、そんな勝手に、ごめんなさい、目しばしばしてるけどはい、はい、まあティラミスまた撮りたいとね、はい、じゃあ続いて西野やりたい企画ある、やりたい企画、うん、ナダル軍団オーディションもやけど、ただまあゲーム実況もう一回したいかな、100、俺未だに思い出すから、うん、あの 100m 走でロボットナダルが追い抜いてきた動画俺やっぱあれはマジでおもろいから、またゲームやりたいですけどね、うん、はい、じゃあ続いて、はい、ラジオネームナダルファンクラブ、おい、ナダルファンクラブって言ってくれてんねんから、あくびでお答えすなよ。レアやろ？え？あくびでお答えせへんね、基本は。うん、そうやで。って言って。はいはい、どうした？ありがとうな。コロチキの西野さん、ナダルさん、はい、こんにちは。こんにちは。お二人はアイスだったら何味が好きですか？僕は最近抹茶味にハマってます。うわ！ちょうどね、うん、今ちょっとびっくりするんですけど、はい、あの企画で、うん、ティラミスプリン、抹茶ティラミスプリンっていうのを実はガッツ 100% テレビという番組で作りまして、はい、抹茶の究極系、うん、これぞっていうのはちょっとできたんですよ、はあはあ、ぜひ食べてほしいですね、ナダルファンクラブは、なるほどなるほど、ちょうど俺のファンやから、はいはいはい、めちゃめちゃうまいんですよ、これ近日中にね、うん、ちょっとアップしますんで、うんうん、ちょっと概要欄、ツイッターとかでもちょっと発売の告知しますから、はい、明日お笑いの日10月21日発売になりますんで、おちょっと合わせて、ちょうど E メール読んだんちゃう、 E メールです、あでもチャンピオンに送ろうかなこれ、うん、またそんなん言ってるやん、それ いいのそれ、さっきなんかさっきほんまにあかんのちゃんみたいな話せんかったっけ、ほんま再放送お届けしてます、いやいらんって、この何なんこの最速の再放送
はい、ちょっとね、ありがたいですけど、ね、ありがとうございますよ。さあ続いて、うん、ラジオネームなだまるソーティンちゃん、あらら、聞いてください。どうした？私は睡眠をとるのが子供の頃からすごく下手で困っています。まずだらだら風呂を先延ばしにし夜更かししてしまう。寝つきがかなり悪く何時間もかかる。うわ、寝れても途中で起きてしまう。え？トイレに起きるとそこからもう二度寝はできない。悪夢を見ない日は年に二度ほどしかない。平均睡眠時間は 4,5 時間です。うん、ナディは子供と一緒に早寝早起きしてそうだし、ソーティンはどこでもすぐ寝れるそうですね。お二人は睡眠の悩みはないですか？すぐ寝つきますか？参考にしたいのでお話を聞かせてください。切実にお願いしますってことですけども、はい、どうでしょう。これめっちゃ寝てるな最近。あ、ナダルさんがめっちゃ寝てる。めっちゃ寝てますね。あ、これ全然寝れてる。だからなんか一時期寝れへんって言った時期あったけど、あの、何で改善されたんですか？もう寝よっていう意思かな。寝よっていう意思、うん、あと疲れすぎてて寝れへんとかもあったかな。ああ、でもな、でなんか早起きしなとか思ったら寝れへんかったり。無呼吸は大丈夫な最近？ああ、ちょっとマシちゃうかな多分。無呼吸や言ってて、食いすぎたらあかんな。ああなるほどね。そうそう、ちょっとどうなんですかね。ちょっとちゃんと体質は大丈夫ですか？太ってたりすると寝つき悪かったり、うん、あの浅かったりするんですよ。はいはいはい。であとまあ体疲れてんのかな、あの適度に運動とかしたら寝やすかったりするし。ああ運動はでかいね。そうそう、運動するの大事です。あとまあ起きる時間を一定にするっていうのは結構いいですよ。うん、あの、うん、単純な話だけど、風呂先延ばしにすなとか。ああ、うん、お風呂をあの入って、うん、寝る2時間前ぐらい入るといいらしいね。うん、とかあの起きる時間を一定にする、うん、起きる時間だから日曜日今日は休みやからお昼の11時まで寝ようとか、うん、1回あるとバランスが崩れてあれなんよ、寝れなくなるとか。なるほどね。はいはい、うん、あ、巻きのサインで出されたんで、というか、はい、そうかそうかっていうね、うんうん、巻きのサインが出たんで、あー、ナダルさんが巻きでって言ったかと思う。さあ、ありがとうございます。はい、こちら、うわ、なっけ、これどうする？やめとこう、それ。これやめとく？もう15行ぐらい書いてくれてるけど。なんなんこれ？これ読まへん？じゃあ読む。いいよいいよ。読みたい。ラジオネーム、リー、うん。はい。西野さん、ナダル。お疲れ様です。珍しい。ナダル。はい。最近、西野さんの酒癖のおかげで、うん、実は俺の方がいい人で常識人です。うん、クズ演じてるだけです、うん。みたいな感じにしてるけど。してるか。勘違いしないでほしい。何がやん。なんだかんだ、まあいいやつではあるかもしらんけど、うん、いい人とか常識人ではないぞ。うん、別にそんなしたないけどな。ナダルはクズだ、うん。でも、笑えるいいクズだ、うん。だからいい人じゃなくていい。いい人でいる必要なんてないって自分で言ってたやんけ。うん、アメトーク、好感度低い芸人でも、うん、コロナ禍で好感度1位かもって言ってたけど、うん、ナダルは結局クズの面やねん、うん、パパの一面とか真面目な一面とか出てきたのは事実やけど、それは本幹から出る枝やねん、うん、盲目視聴者以外から見ればその本幹がやっぱメインやねん。ここ数年ずっと西野さんが責められて叩かれるように振る舞ってるよな。ナダルがなんか西野さんにチクチク言って西野さんがやめろよみたいに言うと、ボケやマジになるなって言って西野アンチを湧き立てようとしてるけど、西野さんのその返しはツッコミや。でも私もアホちゃうからナダルのボケやって西野さんが持っていきたい話の、あ、西野みたいに言うとボケやって返しもボケなの分かってる。やけど一部の西野アンチは中二男子みたいな脳みそしか持ってないから、とにかくコメント欄荒らすねん。西野さんが持っていきたい話の流れを遮るようにして西野さん責めることも多いよな。西野さんがナダルが悪いみたいな言い方してない時もまるで西野さんがナダルを悪者に仕立て上げて話してるかのように西野さんを責める方向へ話持ってって、結局西野さんの話ちゃんと聞けないこと多いよな。二人は喧嘩芸しなくても仲良く笑って喋ってるだけでおもろいねん。自信持てよ。そんでこの間の総取り、あの時もナダルの悪いとこ結構出てたけど、お前のネタのファンやとかこれまで言ってたくせに、西野はネタ得意じゃないは残酷すぎるやろ。後の説明でそういう意味ちゃうの一応分かったけど、私が西野さんなら普通に傷つくわ。相方だけはそんなこと言うなや。言い方考えなさい。あとお前は
俺ばっかりに滑らせて自分は滑ろうともせえへんみたいなことをよく西野さんに言ってるし、そういうこと言うアンチいるけど、それはナダルが滑ったらその状況がおもろくてみんな笑うけど、テレビ的に西野さんみたいなポジションが滑ったらあかんやん。滑られへんポジションも理解してあげてえや。でもクズやとか言うてもいつもカメラあるところで西野さんに対しての振る舞いとかに後から反省してたり、悪いとこ悪いって認めたりする素直なナダルが好きやし、西野さんのことちゃんと大切にしてるの分かってるで。とにかく M1 頑張れ。劇場何ステもしたり、ラジオ一気撮りするコロチキ見れなくなるのは正直寂しいけど、それでもコロチキがもっと飛躍するのを願ってます。黙っとけや。もう訳分からへんけどな、もう言うの簡単やねん、何にも分からへん、なんかもう素人は口出してくんな、なんやねん、ほんで読むなよこんなやつ。いや読んでいいって言って、ね、読んでいいって言って、こんなもう長々とさ何も分かってくれてんねんずっと。ラジオネームリーさん、もうほんまに全部当たってるな。当たってないやろ、俺の思ってたこと全部代弁してくれ、全部連れてんねん、もうええねん、もう勝手にしたら。総取りあかんかったよな。総取りあかんかったな、サシで喋るやつな。何がやる、悪いとこ出てたな。出てないね別に、あれが良かったやろ、あんなんが。いやいやいや出てたよあれは。もうええねんそんなん、もうなんか難癖無理やり持ってくみたいな方にしてたけど、そんなんちゃうねんっていうな、スタッフの感じも、あの企画スタッフさんもちょっと、うん、あそっち行っちゃったかみたいになってたから、もうええねん、なんかもうあの企画自体もう終わってるから。え、あの企画自体有田さん、うん、有田さんの企画やで、ね、何ちゅう顔で何ちゅう飛んで喋ってた、有田さんが考えた企画終わってる、はい今回のサムネ。有田さんが考えた、うわきついね。相当にきつかったもん。まあまあでもまあまあこういうね、しっかりと僕らを見てくれ、合ってるか合ってないかまあ個人のあれですけども、しっかりと応援してくれてるってことじゃないですか。いやもう長文でもええねん、もうほっといてくれたら。え、別にそんなついてきてほしいないからね別に、そんな長いこと言いやがってよ。ああそのなんかもう自信持てよって、自信ないからそういう難癖の方行くんやろ。いやいや、ほんでこれやりだしてから良くなってんねん、こんかんこんかんコンビ名、コンビゲーム、コンカン、喧嘩芸とかしてなかったらどうすんねん、西野が詰めてるだけの動画。二人は喧嘩芸しなくても仲良く笑って喋ってるだけでもおもろいね、自信持てよ。何やねん、うん、西野アンチは中二男子みたいな脳みそしか持ってないねんから、とにかくコメント欄はいみたいな。別に俺嫌われたくないなんて言ってないしな、おもろい軸でしかやってないから、おもろい軸でしかやってない。じゃあリーさんちょっとずれてんねん、じゃあ俺別にいい人で言いたいなんて一回も思ったことないからな。じゃあリーさんまだ言いたいことあるよってなったらメールください。はい、ぜひお願いします。え、全然全然おもないリー、リー全然おもんない、ああもうこれは直接対決、全然ええよリー来いや、直接スタジオに来ていただいて、来い来い、いいですね、ハラハラしますね。ということで、じゃあラスト、はいはい、いきます。ラジオネーム、はい、馬のそが子。西野さん、奈々さん、いつも楽しく聞いております。10月18日のパンサー向井のフラット聞きました。ナダルさんへの三田さんの優しさが半端なかったのですが、うん、三田ひろ子さんね、はいはいはい、西野さんはどう思いましたか。以下のうち何番かお答えください。1番同郷のよしみ、まあ京都出身ですからね、お互い。2番ナダルのファン、かっこ不安。3番枕って言ってますね。はい、以下のうち何番かお答えください、はい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 、何番でしょうということで、僕は1番、うん、2番、3番、これどれやろうな、うん、はい、1番が同郷のよしみ、2番が奈良さんの不安、はいはい、3番が枕、うん、1番だと思います。1番だ、同郷のよしみ。何やねんそのアンケートで読むなって。何やった今の時間、うん、同やっぱ京都出身っていう、せめてその枕とか言ってくれ、一生やからなわけあるかとか言わせてくれ、一生やからかな、枕ではないですよね多分。で、ナダルのファンでもないと思うんで同郷のよしみじゃないかなと思います。うん、もうそんな普通に答えるのかいな。はい、はい、という感じですかね。はい、ありがとうございます。ラストにふさわしいメールということで、はい、うん、まあまあ他にも来てはいるんですけども、うん、まあまあなんか、西野、解明したらどうやということで、この前なんか、うん、ナダルのファンが選ぶ、うん、クズ芸人ランキングで、僕が2位になったということで、うん、ナダルさんがそこで言ってた西野最低ナンバー2。それがめちゃめちゃいいというのことで、西野最低ナンバー2、解明したらどうですかというのが来てますけど、いいかもね、意味わからんやろ西野最低ナンバー2。どうも
僕が、西野最低ナンバー2で、そして、ナダルです。いや、ブレるって。ナダルな、の前になんか変なやつおるってなるから。はい、ということで、はい、明日ついにお笑いの日、キングオブコント、はいはい、奈々さんは紅葉行って、うん、僕はジム行って、内見行って。いいですね、これはこれで。ね、はい、おのおの皆さん、お過ごしください、はい、元気にね。いろんな日をね。そして新しいキングオブコントチャンピオンも生まれますんで。ほんまやな。はい、楽しみに。毎年生まれますから。はい、したいと思います。はい、ということで、ラジオ聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。概要欄、URL 貼っときますんで、はい、お願いいたします。奈々さん一言。はい。じゃあ、いいですか、最後。明日ちょっと本当に渋滞が起こらないようにちょっと安全運転で行きますんで、皆さんも気をつけてくださいね。本当にいろんなことありますから、はい、気をつけてください。またさよなら。うん、まあね、本当にいろいろありますから。あ、閉まらんかった。閉まりきれない。いろいろね、あります。はい、ということで、うん、ありがとうございました。リーさんメール待ってますよ。リー、うん、さっきのよな。